ありがとうございます。See you tomorrow. 昨日夕方、新千歳空港に到着した IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長。その後、札幌市の大倉山ジャンプ競技場にある札幌オリンピックミュージアムを訪れました。ミュージアムでは出迎えた大会組織委員会の橋本聖子会長らと肘タッチをして挨拶する場面もありました。関係者によりますと、バッハ会長は今朝から行われている女子マラソンを視察しています。